お母さんと久保さん初対面なのに何を話すんだろうって思って気になってました。例えばこれこの番組が終わって、はい、仮にその愛を選んでいただいたとしたら、はい、その後はどうして、はい、お気持ちなのかなっていう、 そうですよね、はい、そこが一番、気になるところですね。今愛さんのことをその僕がこう結婚したいと思う相手として見ているかどうか、そこで言うと答えははいです。働いた経験っていうのがね、はい、まあ、バイトはあるんですけども、はいはい、自分でその、ね、あのお金を稼いでそれで生活するっていう経験はないので、はい、そういったその私働くってすごく大事なことだと思うんですよね、はい、自分で、まあ、自立していくっていうことは、はい、でそれはもう絶対にさせたい、はい、ことで、でそれが、まあ、その彼女 の、 あの夢を叶えるっていうことで、はい、例えば2年とか3年とか夢中になってたらもう時間はすぐ過ぎますよね、はい、まあ、本当人生経験もないのに、ちょっと私の中ではね結婚という姿というか、はい、それがこう入ってこないっていう、はい、はい、やっぱそれは本人の若さもあるし、まあ、これからっていうものがあるので、はい、あ、それならお願いしますっていうふうにはちょっと絶対そうだと思います。言えないですね、はい、ありがとうございました。今日いえいえこちらこそまだまだもちろん、はい、イエスとは言っていただけないというのは重々承知しているので、はい、きちんと時間は取りたいなかけたいなと思ってます。ありがとうございました。本当に今日ごちそうさまでした。今日お母さんが伝えてくれた不安っていうのは当然だと思いますし、まあ、きちんと愛とも話し合いたいなって思います。もしちゃんとお付き合いするんであれば乗り越える話だと思うので。ありがとうございました。お邪魔しました。なんかさ、長くなかった話してるのそうね、そうだったね。何話してたの？長かった。やっぱり愛の若さ、愛がまだこれから卒業して社会に出て、で、ね、っていうタイミングなのに本当にこうなんていうのかな、そこで結婚っていうのが、お母さんに対してすごく真剣に向き合って答えようとしてくれてるんだなっていうのがすごく伝わってきて、やっぱりこう誠実な人だなっていうのは改めて思いました。そう疲れたね、大丈夫？うん、全然あのね、話せてよかった。すごくすごい素敵なお母さんだったから。よかった、自慢のお母さん。じゃあね、帰る、行くね、ありがとう。今日お母さんにもありがとうって言ってて、伝えとく、ありがとう、ありがとうね、バイバイ、バイバイ。もしかすると彼女の答え次第ではなんかすごく大きなハードルが生まれてしまうかもしれないですけれども、ただいま、おかえり精神的に弱い部分が彼女にはあるので、すごく落ち込んだ時期っていうのがあって、とても二人で辛い思いをしたんですけど、それ以来この子にはやりたいことをさせてやろうって思いました。何話したの？まえちゃんがなんかようやくなんか自分のやっぱり表現をする道というか、そういうことにで自分を試してみたいっていう気持ちが、固まったというか、でしょ、ちっちゃい時から歌だったりピアノだったりミュージカルとかやってきてて、今芸能の世界で仕事ができたらすごく素敵だなって思ってるし、やりたいことが見つかるっていうことは本当に素敵なこと、でそれを今なんかこれからやっていこうかなって思っている今、結婚っていうのはどうなのと思って、なんか今ここでなんかこうしなさいとかっていうことはお母さんは言わないんだけど、お母さんの気持ちとしては
やっぱりやりたいことは愛ちゃんにやってほしい、やってほしいし手応えをつかんでほしい、うん、それがなんだろう、うん、お母さんの一番嬉しいこと、うん、だから結婚っていうのはね、なんかこうお母さんの愛、なんだろう、愛ちゃんのこう今の、まあ、近い将来の、うん、背景にない、うん、それはまず一番はやっぱり思う存分自分を試してほしい、うん、そう思うよ、うん。